ダニエル・ロットは、フランスのオルガニスト、作曲家。息子に指揮者のフランソワ・グザビエロと、バイオリニストのヴァン・サン・ロットがいる。1942年、ミュルーズ生まれ。地元の音楽院を経て、パリ音楽院に進学し、モーリス・デルフレに、火星、マルセル・ビッチュに、大砲、アンリエット・ピー・グ・ロジェに、ピアノ、ロランド・ファルシネリに、オルガンと即興演奏を学ぶ。 またマリー・クレール・アランの訓等も受けた。1963年にファルシネッリの公認として、サクレクール寺院のオルガニストに就任し、1973年にサンシュルピス教会のオルガニストに転じた。教育者としては、1973年からマルセイ音楽院で教鞭を取り、1979年には、 ストラスブール音楽院に転出して1988年まで勤めた。1995年から2007年までフランクフルト音楽院で更新の指導に当たった。パリッジーズ・オルガニスト、ダニエル・ロス75、じゃあ、エクスクルーシブ・インタビュー。2018年12月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年12月27日閲覧。 ダニエル・ロト・ディスコグス、ハット・アーカイブ2016年4月16日、ベーバック・マシン。ありがとうございます。